その動画は10万以上のいいねと1000件近くのコメントが世界中から寄せられるというバズりっぷりを見せていたわ。この動画で話題になっていたのは駅員さんの駅利用者に対する対応に関してだった。動画の内容はこのようなものだったわ。フランス人女性による日本の駅のある光景にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのリコです。今回は、嘘だろ、こんなの日本だけ。日本の駅で撮影された日本の何気ないワンシーンの映像に世界中が驚愕の話題です。海外、もはや日本以上の国はない。皆さんは日本の駅と聞いてどのようなことをイメージしますか？日本の駅は海外の人たちから非常に評価が高いことで知られています。日本は海外からの旅行客が非常に多く、そんな訪日外国人さんたちから日本の駅はとても評判がいいのです。丁寧なアナウンス、英語などの外国語での表記の多さ、時間にズレがない運行、清潔な内観などが海外評価の高い理由になっています。でも日本の駅の素晴らしさはそれだけではありません。私たち日本人にとっては当たり前すぎて気づかないような素晴らしさが、実は日本の駅には存在しており、それが今海外で大きな話題となっているのです。今回は日本を訪れた経験のあるフランス人女性に、そんな日本の駅の意外な素晴らしさや今話題となっている日本の駅のある部分について紹介してもらいましょう。果たして日本の駅のどのような部分が海外で話題となっているのでしょうか。早速ご紹介していきます。私はフランス人、主婦をしているわ。私にはとても好きな国があるの。それは日本よ。日本はとても素晴らしい文化がたくさんあって、また綺麗な街並みや四季折々の景観が楽しめる美しい国。私が初めて日本を訪れたのは20代の頃だったわ。その時の旅行がとても楽しくて、日本の素晴らしさに感動したの。それですっかり日本のことが大好きになってしまってね。それ以降何度も日本を旅行で訪れているわ。フランスには親日家の人が多いことで知られているわね。若い時はなんでそんなに日本のことが好きな人が多いのだろうって思っていたんだけど、今の私なら理解できる。実際に日本のことを深く知っていれば、あの国を好きにならない方がおかしいわ。日本を知れば必ず日本の魅力に取り憑かれてしまう。それくらい日本という国は素晴らしいのよ。さて、そんな日本が大好きな私にとってとても興味深い話題を最近見つけたわ。SNS で日本の駅を撮影したある動画が世界中で大きな話題となっていたのよ。その動画は10万以上のいいねと1000件近くのコメントが世界中から寄せられるというバズりっぷりを見せていたわ。日本の駅といえばその綺麗さや先進的な構造、外国人に優しい外国語でのアナウンスなどがとても評判いいわよね。でも今回話題になっているのはそれらのことではないのよ。この動画で話題になっていたのは駅員さんの駅利用者に対する対応に関してだった。動画の内容はこのようなものだったわ。ある老夫婦がホームで電車を待っている時、誤って麦わら帽子を線路内に落としてしまった。ホームを降りて拾いに行くことなんてできないから二人は困ってしまっていたわ。するとそこに素早く駅員さんが駆けつけた。その駅員さんの手には柄の長いマジックハンドが握られていたわ。駅員さんはそのマジックハンドを使い、手早くその麦わら帽子を線路から拾い上げる。そして自らの手で汚れをきれいに払い、老夫婦に返したの。この対応に老夫婦は背筋をピンと伸ばし、深々とお礼をした。駅員さんもお辞儀を返していたわ。この様子が向こう側のホームから撮影されていて、その撮影者が動画を SNS に投稿すると、たちまち大バズりになったってわけ。私もこの動画を見てとても素晴らしいと思ったわ。
日本人の礼儀正しさと優しさが詰まった動画で、見るだけで心が温かい気分になるようなものだった。日本人って本当に優しくて気遣いができる人たちなのよ。これに海外の人たちが関心を示すのは当然理解できるわ。しかし、この動画で海外の人たちが驚いたのは、日本人の礼儀正しさや優しさだけではなかったの。ある他の部分でも注目すべき点があったのよ。それは駅のホームにいた他の人たちの反応のなさ。日本人たちはそこで行われていることに対して全く反応をしていないの。これが何を表しているのかわかる？それはこのような光景が日本人にとっては当たり前だということを示している。誰かが困っていたら誰かが助ける。駅で困っていたら駅員さんが助けに来てくれる。これは日本人にとっては特別なことではない。あくまで日常の一部であるため、みんなが無反応なの。この動画を撮影したのも日本人ではなく訪日外国人の人だった。この撮影者にとってはこの光景は特別なもののように映ったのだと思う。それは当然よ。その証拠にこの動画は世界中の人たちから称賛されている。しかし日本人からしたら取り立てて撮影することでも見向きするようなことでもないのよ。駅なら駅員さんが、学校なら先生が、お店なら店員さんが、その場を取り仕切っている人たちが、利用者が困っている場合には必ず手を差し伸べてくれる文化になっているの。そして駅ではそれがより顕著に現れているわ。また別の SNS の投稿でも日本の駅のある光景が話題になっていた。その投稿には日本の駅の構内を目の不自由な男性が杖をついて移動している写真が掲載されていた。その写真では杖をついた男性の後ろにぴったりと駅員さんがついて歩いていたの。場所は駅のホームで、近くには階段があったわ。目の不自由な人にとってはかなり危険な場所よね。まあ彼からすればそんな場所を移動するのは慣れっこなのかもしれないけど、駅員さんは万が一のことが起こらないようにと彼をぴったりマークしていたの。この写真も海外の人たちから多くの称賛が集まっているらしいわ。これもさっきの動画と同じで、日本にやってきた訪日外国人が投稿したものだった。外国人からすれば、これもやはり特別な光景なのよね。日本の駅にはこういう決まりがあるのかどうかはわからないけど、どちらにしてもこの気遣いは素晴らしいと思うわ。さすが日本って感じの光景だと思う。日本の駅はこのような身体障害者の方たちに対してとても優しいわ。私も日本に行った際には何度かこのような光景を目撃している。私が見て素晴らしいと思ったのは車椅子の乗客に対しての対応だったわ。私は日本旅行中に電車に乗るために駅のホームで待っていた。ホームには車椅子に乗っている人がいたわ。その人も私と同じ列に並んでいて、どうやら同じ電車に乗るつもりらしい。そして電車が駅のホームに入ってきた瞬間、そこに簡易のスロープを持った駅員さんがささっとやってきた。すると電車の扉が開くや否や、駅員さんはそのスロープを使い、手早く車椅子の人を電車に乗せたのよ。その早業には私は感心したわ。その後私もその電車に乗ってしばらく移動していたんだけど、途中でその車椅子の人が電車を降りたのね。その時も扉が開いた瞬間にスロープを持った駅員さんが待っていて、素早く車椅子の人を電車から降ろしていた。その手慣れた駅員さんの手つきに惚れ惚れしたわ。しかし本当に素晴らしいのは駅員さんの慣れた手さばきではない、日本の駅の車椅子利用者に対する対応の素晴らしさなのよ。実は日本では駅に到着した際に駅員さんに報告していれば、車椅子の乗客は誰でも乗り降りのお手伝いをしてもらえる。これは非常に優しいサービスだと思わない？私はこれを知った時に心底感動し、日本がさらに大好きになった。しかし、ここで一つの疑問が生まれるわよね。福祉先進国と言われる
北欧の国々であれば、そんなことは当たり前にやっているのではないか。もしくはさらに素晴らしいサービスを行っているのではないか。そう考える人は多いと思う。当然私もそのようなことは思ったわ。そして実際に福祉先進国の北欧の国がどのような対応をしているのかについて調べてみた。しかし残念ながら日本以上に素晴らしい対応はしていなかったわ。例えばスウェーデンではこのような対応は存在しているものの、すべての駅で対応することは不可能みたい。しかも24時間前の予約まで必要なのよ。日本のように突然駅に行って報告すれば対応してくれるなんてことはないの。それに対応できる車椅子の形状や重さなども細かく決まっている。指定の条件に当てはまっていなければ、事前予約を行っていたとしても断られてしまう場合もあるそうなの。しかし日本はそうではなかったわ。事前予約はいらないし、車椅子の指定もない。さらには車椅子対応のエスカレーターの操作までしてくれるみたい。やはり日本の駅の方が車椅子の乗客に対する対応は素晴らしいように思えた。スウェーデン以外も調べてみたけど、その対応はどこも似たような感じだったわ。ノルウェーもスウェーデンと同じで24時間前までの予約が必要。デンマークは12時間前。フィンランドでは36時間前の予約が必要。しかもこのようなサービスは主要駅に限られている国がほとんど。さらにフィンランドに関しては予約だけでなく、必ず乗車20分前に駅に到着していなければならないというルールまであるのだそう。予約がいらなくて車椅子の指定もなく、どの駅でも対応してくれる国なんて日本だけだった。日本の駅構内には段差が多く、その点ではバリアフリーに対しての意識の低さを指摘されることも多い。しかし実際に車椅子ユーザーが世界の駅を利用したならば、日本の駅が一番いいっていうのではないかしら。だって身体障害者であっても誰もが健常者と同じように電車を利用できるというのが一番望まれる部分だと思うの。その点から考えたら間違いなく日本の駅が一番好ましいのではないかと感じるわ。勘違いしてほしくないのは、北欧の国が行けないって言ってるわけではないのよ。北欧の国々は福祉先進国と言われるだけあって、日本とはまた別の部分で優れているはず。それに駅員の数も違いがあるだろうしね。ただ身体障害者が利用する駅としては現状日本の方が素晴らしいのではないかって話よ。ここまでは SNS で投稿されていたり、私が目の当たりにした日本の駅で助けられている駅利用者たちの話をしてきたわね。でも実は私自身も日本を訪れた際は日本の駅で駅員さんに助けられた経験をたくさんしているのよ。ここからは私が助けてもらったエピソードを紹介するわね。あれは寒い冬に日本を訪れた時だったわ。私は寒い中日本の街を歩き回って遊んでいたんだけど、体が冷えていたのかしらね。急にトイレに行きたくなったの。しかも気づいた時にはかなりギリギリの状態。もう少し我慢したらもうアウトっていうくらい。私はどこかトイレを貸してくれる場所はないかとあたりを見渡した。コンビニやファストフード店などが目についたんだけど、これらはリスキーよ。コンビニはトイレがないお店もあるし、ファストフード店はトイレの数が少ないケースが多いわ。切迫しているこの時の私の状態では、今コンビニやファストフード店に頼るのはリスクがありすぎる。そんな少しも無駄な時間がかけられない私の目に飛び込んできたのは駅だったわ。駅なら必ずトイレがあるわよね。改札に入らないといけないかもしれないから、入場料はかかるけど、いた仕方ない。私は急いで駅に向かって走った。そして構内に入ると、改札の中にトイレの看板を発見。私は入場券を買おうと思ったんだけど、その時限界を悟った。券売機でチケットを買っていたんじゃ、絶対に間に合わない。私は急いで改札のそばにいた駅員さんに、トイレ、トイレをお願いします、トイレって必死に叫んだ。もう限界ですってアピールしたわ。そしたらその駅員さんは、
OKOK とだけ言って改札を通してくれたのよ。ここで少しでも何か問答があったら私は我慢できずに、改札は大変なことになっていたはずだわ。結局私はこの駅員さんの計らいで難を逃れた。そして用を足し終わってまた改札を通るとき、私は入場料を払おうとさっきの駅員さんに話しかけた。すると駅員さんは、どうぞと言ってにっこり笑って私を通そうとしてくれたのよ。私は財布を見せてお金を払うとアピールしたけど、駅員さんは構わないといったジェスチャーをしたの。トイレを借りに来た人からは、入場料を取らないとかいう決まりがあるのかどうかはわからないけど、私はこの一連の出来事でこの駅員さんの優しさにとても感動したわ。今でもこの駅員さんの顔ははっきりと覚えているのよ。それから別の時には、駅の券売機の前で迷っている時にも私は駅員さんに助けてもらったわ。その時私は一人で日本旅行に来ていたの。大体は誰か友達とか夫を連れて行くんだけど、この時は初めての一人旅チャレンジをしていた。しかし私はいつも電車で切符を買う時の行き先の確認を他の人に任せてきたのよね。この時私は改札の前で路線図を見て固まってしまったわ。東京の地下鉄って駅がとても多くてかなり複雑な路線なの。ネットでどの駅に行けばいいかは調べられたんだけど、いくらの切符を買えばいいとか、どこで乗り換えたらいいかが路線図を見ても全くわからなかった。そして私は路線図を見上げながら途方に暮れてしまったのよ。そしたら駅員さんが声をかけてくれたの。おそらく私がずっと呆然と路線図を眺めているのを駅員さんは見ていたのでしょうね。私は駅員さんに、この駅に行きたいのだけど、いくらの切符を買って、どこでどう乗り換えたらいいの？って必死に聞いたわ。私は日本語が喋れないし、駅員さんはもちろんフランス語は話せない。今考えたら翻訳アプリでも使えばよかったんだけどね。この時の私は駅員さんが話しかけてくれたことで、このチャンスを逃すともう後がないって変に焦っちゃったのよ。でも言葉が通じないながらも駅員さんは頑張って私の言うことを理解してくれて、優しく切符の値段や乗り換えの仕方を片言の英語やボディーランゲージを使って教えてくれたのよ。正直面倒くさかったと思うんだけどね。それでも駅員さんはそんな態度を一切表情には出していなかった。本当に素敵な駅員さんだったわ。そしてこの駅員さんが教えてくれたことで、私は無事電車に乗って目的地に行くことができたのよ。これ以外にも私は何度も駅員さんに道案内をしてもらったこともあるし、券売機の使い方や乗り越し精算の仕方などを教えてもらったことがある。そしてその時に対応してくれた駅員さんはみんな笑顔でとても優しい人ばかりだった。日本の駅は優れている点がたくさんある。有名なのは電車がほとんど遅れないことや構内がとても綺麗なこととかだけど、駅員さんがとても親切であるというところも日本の駅の素晴らしい魅力の一つよ。もし日本の駅を訪れた時に何か困ったことがあれば、ぜひ駅員さんを頼ってほしいわ。その駅員さんは必ずあなたを助けてくれると思うから。以上がエピソードの概要です。この話題に海外から様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。ああ、なんだろう、なぜか涙が出てくる。駅員さんが人助けをする姿も、ご夫婦がお礼をする姿も、どちらも本当に美しい。帽子を線路に落としてしまっただけで、こんな素敵なドラマが生まれるなんて。これは最後のシーンまで見てほしいな。人として最高の優しさが見て取れるから。自分も日本でかなり長く働いてたこともあって、こういった日本人の他人への配慮は本物だってことを身をもって知ってるよ。1メートルの距離と一つの帽子、道徳を教える本として日本から出版してほしいわ。私の目に映る日本人はどんな時でも礼儀正しくて親切なの。だからこそ日本という国が大好きなんだよね。
こんな国を愛せないはずがないじゃん。優しくて礼儀正しい人が多いしさ。こういうのって世界でも日本だけだよね。もはや日本以上の国はない。以上が海外の反応です。海外から非常に評価が高い日本の駅。日本の駅には様々な魅力がありますが、海外の人にとっては駅員さんの細やかな気遣いもその魅力の一つなのだそうです。私たち日本人にとっては当たり前のように思ってしまいがちなことでも、海外の人から見ればそれは素晴らしい魅力に映るのです。この日本人の人間性や、また卓越したサービスの素晴らしさを我々はもっと誇りに思っていいのかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、リコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。